はい、それではですね、今日はですね、こちらの、じゃん、ZV-1 の閲ログ性能についてお話ししていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、どうも、ひまわりまさでございます。さあ、今日もですね、楽しくカメラのお話をしてまいりましょう。僕はですね、ひょんなことからこちらの、はい、ソニーの Vlog カム ZV-1 を入手いたしました。まずはこちらの ZV-1 というカメラ。まあもうご存知かと思いますけども、ちょっとざっと特徴をですね、お伝えしていこうと思います。こちら、ソニーの Vlog カム ZV-1、コンパクトデジタルカメラでございます。Vlog、ビデオブログをですね、撮影するために開発されたカメラでございます。有効画素数が2010万画素の、1インチセンサー搭載のカメラでございます。4K で撮影できますし、24mm から 70mm の画角を持っていまして、ワイド端は 24mm ではですね、F1.8 の明るさを持つですね、なんとも優秀なカメラでございます。で、こちらのですね、特徴といたしましては、これ ND フィルターが内蔵しております。ボタン1個で ND フィルターが付けられる。この中に入っております。そして超強力な手ブレ補正、この手ブレ補正がすげんでございますよ。そしてバリアングル、はい、こちらですね、はい、バリアングル搭載で自撮りが簡単に行えるというですね、とても素晴らしい Vlog 向けのカメラでございます。かなりレビュー動画はですね、たくさんあります。もうこいつの性能は皆さんね、この動画をご覧になっている方はほぼほぼ知ってると思います。ただしこいつの S ログ性能がいかがなものかというですね、動画はあまりないんでございますよ。はい、そこで今日ですね、こちらの ZV-1 のですね、ちょっと S ログ性能をですね、ちょっと試していこうと思います。まずはですね、これで撮った S ログのですね、動画をですね、ご覧になってください。休日をですね、子供たちの映像を交えながら、流していこうと思います。ちょっと子供の顔が映っているところはガウスぼかしをかけておりますので、その辺だけご了承ください。それではですね、編集していない、素のログ状態の映像とちょっとグレーディングをした映像を半分半分でご覧になっていただきます。それではどうぞ。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la 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 love me, keeping me up two cups of coffee. Baby, you make me feel so la 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 lovely. I keep on running, no, I shouldn't want it. I keep on pulling right until you're gone. I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. はい、いかがだったでしょうか。なかなかいい感じで映っておりますね。僕の、まあ、ログで撮影する時の評価の中でこの映像、これ、うん、これが僕の中ですごく大事ですね。はい、人の、まあ、影があまりできずに背景の空のグラディエーションがしっかり出ている、これが出ているので僕はですね、超満足でございます。ノイズの方もですね、全然気にならなかったですね。僕がいつも使っているカメラが α6500、 もうこのカメラがですね、もう5、6年以上の前のモデルとなっておりまして、この α6500 よりかも使っている感じといたしましてはかなり性能がいいです。で、今回の設定といたしましては、ピクチャープロファイルでガンマが S-Log3、 そしてカラーがプロで撮影いたしました。僕前回の動画でこのピクチャープロファイルについて詳しく話していますので、ピクチャープロファイルのことを知りたい方はぜひ説明欄からですね、ピクチャープロファイルの動画をですねご覧になってください。ZV-1 で S ログを撮る際の注意点といたしましては、相手の ISO 感度が1000からなんですよ。はい、僕の使っている α6500 は ISO 感度が800から、そして確か α7S3 なんかはもっと低い、確か250とかで S ログが撮れるはずなんですよね。はい、
そうなってきますと1000ということはかなり明るくなってしまいます。その中で、動画を撮る際なんか撮る際だと、それで ND フィルターが内蔵しているので ND フィルターをかけたといたしましても、外で撮る際はかなり明るくなります。なので、絞り、これがですね、F 値がですね、結構上がってしまいます。どんなに頑張っても、外で撮る際は、大体ね、F 値がね、まあ5とか6台になってしまうんですよ。ちょっと暗いところで F4 とかね、そのぐらいの、ちょっと F 値が高くなってしまいます。そして、まあ1インチセンサーということで、まあボケに関してはちょっと期待ができないと思ってください。なので、映像を撮る際は、ちょっとパンフォーカス気味。要はあまりボケないような感じを想定して撮っていくとすごくいいんじゃないかなと思っています。でもですね、使ってる感じといたしましては、正直 α6500 よりかも、まあ使いやすいですね。このサイズですからね、このコンパクトなサイズで、こう、これをね、例えば、このね、液晶をね、こう開くだけでもう、こう電源が入ってしまうと。そして、これ返せば、自撮り。はい、ね、これこう。でこのままねこうすればこうでもいけるしっていう風にめちゃくちゃ便利です。でこのねマイク性能もねいいので、まあ超絶便利ですね、うん。でまたですね、このはいおなじみのですね、これ、Bluetooth 内蔵のですね三脚グリップ兼三脚を取り付けますと、はい、ここにですね、レッグボタンも入っていますので、これを、はい、電源が入るだけでもうね、ここのボタンを押すだけで撮影ができるというですね、なんともね便利なものですよね。これでですね撮影するとですねめっちゃいいですね。僕普段こう今回撮影はこれでほぼほぼと撮影いたしましたね。これで、アクティブ手ブレ補正で撮影しますと、まあ手ブレもかなり効いてますので、もうね、これ1台あれば何でも撮れるんじゃないかなって感じでございますよ。ただやはりさっき言った通り、S ログで撮る場合は、まあ F 値の明るい状態では撮れないと思ってください。例えば F1.8 とかで、ボケを期待して撮るってことはできません。なのでそういう部分で撮る際なんかはやっぱり、ミラーレスのカメラで F 値の明るい F1.4 とかのですね、レンズを使って、ND フィルターも強力なね、ものを使えば、まあ、ミラーレスの方で、撮れますけども、ボケを使った映像はこの ZV-1 では期待しない方がいいです。なので V6 とか、まあ、子供の撮影なんかめっちゃいいですよね。うん。いろいろ背景なんかも入りながらも、いい感じで撮れます。で、今回ですね、まあ、ほぼほぼ、S ログで、オートで、シャッタースピード優先モードで撮って、露出がプラス 1.3 で撮影いたしました。まあ、問題なく撮影ができました。なのでこのですね ZV-1 でもですね S ログ3で撮影することはめちゃくちゃ簡単でございます。僕が撮影した環境は iPhone のルバフュージョンというですね iPhone のアプリで、グレーディングをしてみました。そうなので例えばこの ZV-1 とこの iPhone があれば動画編集撮影ができるというですね環境ができますので最強でございますよね。はい、まあ僕のではないので、まあ僕が使うことはあんまりないんですけども、まあ皆さんが普段使う分にはですね、めちゃくちゃいいカメラでございますよね。うん。でも、まあ何でしょうね、簡単に撮影ができすぎてしまうという部分で、僕的にはちょっとね、あまり魅力を感じなかったんですけども、まあ便利さと、まあそこはトレードオフかなと思いました。ということで今日はですね、こちらの ZV-1 の S ログ性能について検証していきました。まあこの動画が参考になればですね、皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。まあ僕といえば S ログっていう感じでねやっていきたいと思います。皆さんもですねログ撮影に関して分かんないことがあればコメント欄にください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。